ください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、石田クリーニング広報課アルスターです。そうなんですよ、アルスターでございます。12時15分になりましたね。いいっすね、この画角が、うん、そうですね、なんか明るい感じですね。家みたいやね。そう、ここに座るというよりもこの画面を見て落ち着くっていう僕の感じがするんですけど。あ、なんか技術者っぽいですね。いや、もうなんかすごいいい感じだと思いますよ、うん、なんか。あ、ちょっと待って広告が出たな。そうなんです よ、 ですよ。これ、私たち今昼休憩になりました。そうですね、今日もまあ忙しかったですね、うん、忙しい。あっという間にね、時間が過ぎるっていう。あっという間にもう週も折り返しですよ。終わりですよ、木曜日。早いですね。早いな。ほんとね、毎日があっという間に過ぎて。はい、そうそうそう。私もう作ってます。もう猛スピードで作って、食べて、お昼からやりましょうか。そうですね。うん、今ね、石田クリーニングでは、新しい新技術、はい、ダークアップ加工っていって色あせたものを、蘇らせるっていう。なるほど。色あせたものをまた元の、ね、うん、色に近づけるっていう加工をやってるんですけれど、それがね、今社員限定で、あーらしいですね、ここだけの話ね、ここだけの話、ここだけの話ね、社員限定でやってるんですよ。すごいな。宮谷さん、なんかあると思います。僕だって黒の T シャツとかズボンあるでしょ。うんうんうん。あんな戻るんかな。あー、なるんじゃない。やけど、その何、何でもできるんよ。じゃあいけますね。うん、何でもいけるから、革製品とかでも、財布でもいいよ。財布はね、そんなに使い込んでない。結構毎年買い替えるんで。あ、そうなんや。春財布って言って、春に買い替えるといいって言いますよね。うん、縁起を担いで。はい、そうなんだ。革ってね、でもね、なんか愛着湧くことないらしいですね。使えば使うほどこうね、革のいいところが出てくるってね、よく聞きますけど、うん、そんなに高価なやつは買えないので、まだ僕の年じゃ。あ、そうそう、うん、いやいや、今日もいい時計してるじゃないですか。そういう時計の革も。いやいや、もうこれとかも全然めちゃくちゃ安かったですよ。いい色にしちゃいますよ。あ、なるほどね。いや、でもムラができたりね。革って、水にちょっとなると、あ、なんか 色が、ね、変わる、変わったりするから、そこのところがね。はい、今日はね、うどん作ろうと思って。いいですね。うん、うどんはね、宮谷さんね、今日ラーメンにしようかって言って、カップラーメン買おうかって言ったんやけど、アルスターキッチンテルリンはうどんを食べさそうと思って、はい、すごいですね。多分プロデューサーも何万言ってましたけど、小川さんの多分話し方は、うん、もうタイムマシン トーク。あ、もうだからスピードスターなんですよ。スピードスター、いいこと、いいこと。あ、なんか電源が入ってない。違うよ。落ちるの、これ。落ちた、落ちた。ほんまやな。ちょっと私直してくるけ、ちょっと宮谷さん喋りよって。え、落ちた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 よ。そうそう、使ったけ、ちょっと、そう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 。あ、そうなんね、うん、ということでね、今ブレーカーが落ちました。ブレーカーが落ちたみたいです。電子レンジと IH 同時に使っちゃダメですよ、皆さん、ね、ちょっと待ってよ。ということでね、今茹で上がったこの玉、あ、急に来た、電子レンジピー言いましたね。私が直した。直してくれましたよ。これゆで卵も、これほら。そう、宮谷さん喜んだやろ、はい、温泉卵。めっちゃ美味しかった。温泉卵じゃないっていうね、ことやったんですけど。そうなんですよ、はい。サンマでっか TV みたいな感じで、うん、なんか温泉卵ってって急にうんちく語りだそうっていうのは、うん、そう、教えてもらったよね。ああ、ルイさんが言ったね、何やったっけ、カップラーメンに の容器に、ね、入れて、なんか5、6分やったらできるかもよ、うん、10分ぐらいかな、うん、できるかもよって言ってましたね。うん、言ってたね。はあ、これ多分ね、500ワットにしてなかったけんや。あ、これ同時に使ったらまた落ちますぜ。ちょっと、いや、ちょっとやってみたいんよ、さっきはできたのに。やってみたいことない？分からない。ギリギリのところを攻めてみたいことない？そうですね、うん、ちょっとビクビクしてる、うん、今1名の方が見てくれてます。あ、あ、俺や、これ俺や。あ、そっか。あ、だから今は無です。
無やね、はい、これ毎日ね同じ時間にやればねもうちょっと見てくれるかもしれんね。そうかな、飽きてるんじゃないかな。飽きてる、うん、テルリに。いやいや、なんかこの雰囲気に。あ、雰囲気に、うん、宮田さんやろ。俺は飽き性ですから、うんうん、はい、コーヒーいる。 ありがとうございます、うん、そうそうそう。カルピスいる。カルピスはね今日昼から先輩来るんで、うん、あ、先輩が先輩にカルピスあげよう。卓球好きな先輩。そう、卓球好きなあの福あるよみたいな考え方の。いいですね、懐かしいですね。福あるよ知ってるんですね。そう、あ、今2名になりましたね、ありがとうございます、うん、みんなご飯食べてるかな。ご飯食べてるかな。あの松山工場がね石田クリーニングの西アムにあるんですけども、うん、11時30分から12時30分まであの昼休憩を取っておりまして、その時間に合わせてねやりたいなっていうことで始めたんですけど、もうみんな見てくれてないんかな。宮田さん髪伸びたね。髪伸びましたね、うん、深川亮みたいになりよるね。違うでしょ深川亮、深川亮はもうちょっとなんか。いやでももうなんか全体的にマッシュルームか感じになるよね。出てます、うん、一時憧れとったんですよねマッシュルームね、うん、バンドマンやった時はどんな髪型やった。あ、もうバーってパーマかけました。あ、ほうなんや、はい、昔の写真見たよね。そうですよ、細くてね、かっこよかったですか。シュッとしとったねうるせえうるせえそうなんです。そっから結構でもやっぱりでもそれに目指したくないですか、うん、小川さんも昔の感じに。あ、全然。嘘、今が好き。あ、 今好き好き。あ、昔に戻りたいと思った時ない。お前ですか。毎朝俺鏡見てすごい憂鬱な気分になる。ほんと、俺こんな顔じゃなかったんやけどなって。すごい憂鬱になる。いや、もうね、はい、もうそのまま受け入れることにした。あの30ぐらいの時はね、やっぱりそうでしょ、20代ぐらいに戻りたいなってありました。そうそうそう、30ぐらいの時はそう思いよったかもしれん。あ、ほんまですか、うん、やけどもうえっかなって。えっかなじゃなくて、まあ、今の自分を受け入れたってことですか。でもね、昔はねもっとね、うん、あのマイナス思考でネガティブで、はい、しんどかったんや自分が。あ、今の方が好き。あ、ほんまに。うん、ほんでその時の方もう太っとったり痩せとったりしたかもしれんけど、太っとっても痩せとっても人間性がね、はい、いい人がやっぱりいいことない、はい、あ、石田の竹原店下ですね、うん、アルファ竹原店からチーンって僕がやったでしょ、うん、マジびっくりするけどお客さんが来たかと思って確かに。はい、いらっしゃい。いや、でもおらんやんかまだ驚かそうやべえよ、あ、コーンやば、やばコーンやばこれ見てコーンめっちゃ固まったアイスみたいになってめっちゃ散らかすじゃないですか見て見て見て、こんな感じすごコーンがなんか持とうと思うのに持てれんっていう、次から次へとばらけるっていう、ね、すごいな、うん、コーンやばい、コーンやばし、コーンは普通です。普通か。でも嫌いじゃないですよ全然。コーヒーできたよ。あ、ほんまですか、うん、ありがとうございます。もうここ来たらね、うん、なんかリラックスできますよね、うん、いいな。皆さんにはそういう場所ありますか、ここに来たらリラックスできるよとか、うん、なんかそういう場所、仕事場がそうだといいね。そうですね、うん、僕はね結構ね、うん、やっぱパソコンの前とかがねリラックスできるんですよ。なんか整うって言ったね。あ、整う整う、うん、言う人おるよ、気持ちが整うからいいって言って。あ、そうなんですね、うん、待ってね、すぐできるから今日もね30分ぐらいでね作っちゃおうと思ってね。なんか平野レミみたいになっとるね。ね、いいんじゃないですかそういうの目指していきましょう目指していこうか、はい、トゥトゥン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 トゥって、これもね、あのお皿一つでやろうかなっていう風に。で こっちはね、こっちはレンジでちょっとチンしたんで、ちょっと早いんだ。そう、ね、茹で上がるのがね、ちょっと茹で上がるのが早い、はい、やけんちょっと時間差で、こっちは固まっとるまんまを入れたんですよ。冷凍のうどんって何がいいって、もう解凍したら食べれるのよ。そうね、うん、そこなんですよね。そしてうまいときた、うまいときたもんだ、きたもんだ。なのでちょ、お母さん全然話変わるんですけど、うん、なんかもう夏らしいことしましょう、ね、アルスタ で何があるかな夏らしいこと。あ、サンマ焼く。サンマ焼いたらマジでやばいかもしれん、煙がすごいかもしれん。なんか夏らしいことしたいですね、うん、やっぱこう夏らしいって言ったら、じゃあもう海水浴。海水浴まではいかんのですけど、うん、なんかこう、なんか探検とか。探検ね、あ、お化け屋敷。お化け屋敷も行きたいですね、うん、あとはアルスタでお化け屋敷とか、うん、ここで入ってたらもう。あ、浴衣祭り。あ、浴衣祭りありかも。なんかちょっと企画したいな、うん、おいで、あの宮田さんがカメラ
僕よりでもプロデューサーの方が上手ですよ、スチールは。そうなんや、うん、もうそれをね、あの撮ってあげてワンコインでやってくれたら嬉しいよね。しかもそれを見合い写真にするとかね、あとか、あとその多分ね、今年夏祭りが少ないでしょ、うんうんうん、多分ね、まだ多分コロナの影響でやるとこもないし、うん、松山祭りだってあれでしょ、うん、なんかネットになるかもとかっていう話になってたから、うんうんうん、どうなんやろうね。アイコンにしてくれてもいいしね。アイコン、アイコン、アイコン、アイコンね、うんうんうん、アイコンにしたり、なんかちょっと綺麗な写真撮れたら嬉しいじゃん。そうか、あ、松山祭りじゃないよ、うん、三ツ浜花火も今年、うん、中止って言ったっけ、うん、なんか新聞に出ったっけ。じゃあなんかあのこのアルスタでなんか売りたいフリーマーケットとか。あ、フリーマーケットいいっすかもしれないな、うん、SDGs にね取り組んでるんで、なんか着なくなった服とか、そう、そんなんをこうやって、それをまあ先に出品してくれるんやったらもうこっちでクリーニングして、うん、その料金も込みで売ってもらったらいいとか、うん、いいね。買ったらクリーニング1枚、うん、1回できあのなんかね、ちょっとあれができるかな。 あんまり簡単にセールとかで言うと怒られちゃうからあれですけど、うん、石田クリーニングね、染み抜き技術もねトップクラスなんで、うん、本当にねいいんですよ。お、ちょっと打ち上げ花火、ティラミスさん、打ち上げ花火したいな。ティラミスさん元気、ね、最近ちょっと今日休み、ティラミスさん、ティラミスさん来て、アルスター、アルスター来て、トントンして、トントンしてほしいな、うん、ルイさんカップラーメン1個送ります、食べてください。ルイさん優しい、1個送ってくれるなんて、うん、ルイさん誰誰なんやろで、石田宮地揚げ膳末膳でいい気持ちやねって、うん、どういうことなんやろ。あ、じゃけんあの食べさせてくれるけん。あ、なるほど、そういうことね。揚げ膳末膳っていう、そう、いい気持ちですよ、いい身分でございますよ、うん、これ宮地って言ってくれてるのは多分あの女性の方やな。そうよ、そう、うん、でももう宮地がね浸透していくんよ。あ、また嫌がらせを嫌がらせ。ティラミス最近地元では夜市よく開催されてます。イヨシかな、じゃあティラミスさんは。松山もやってんのかな。松山もやってたよ。松山の夜市行きたいな俺、久々に。本当2年ぐらい行ってないから、うん、2年ぐらい行ってない。多分去年はなかったでしょ。なかったな。一昨年もなんか行ったような感じ、うん、あ、流しそうめんとかもいいですね。こうやってね、妄想して話するのが楽しい。あー、じゃあどんな人が好み、好きな人のタイプ。全然話変わるやん私に言ってきたやん、はい、私おじいちゃんみたいなタイプって言って。好みの人、うん、あ、意外とでも引っ張っていってくれる人が好きですよ。あ、そうなんや、はい、じゃあご飯食べに行く、どこに行くとかって言ったら。どこに行くっていうのを僕が聞くからな。あー、どこに行くって聞いて、あ、で、なんとかの今日はパスタの気分やわって言ったら、じゃあパスタ行こうぜみたいな。あ、女の人が決めてくれる方がいいってこと。へ、はい、ティラミス地元はハブですよ、屋台よく出てますって、うん、ルイさんも地元ハブかな。いや、分からんほんまに、うん、そう、夏祭りとかしたいな。夏祭りね、あの9時とかしよった。してましたね。9時して、ま、うん、してた。僕屋台とかでバイトしてたんで。あ、何でもバイトしとるね。今日何の日か知ってる。アルバイトの日なんですか。違う、レンタルビデオの日。あ、なるほどな、うん、じゃあね、某つたやさんが、うん、とかね、うん、某ゲオさんで、うん、もう言っとるやん、名前もう言ってるそう、僕某つたやで働いてましたから。へー、で、なんか話する時とかある、お客さんと。お客さんはね、すごいいい人ばっかでしたよ。あの、ご飯連れて行ってくれたりとか。お客さんで、うん、まあ、常連さんもやっぱり。お仕事もらったりとか。へぇー、そうそう、してましたよ。映画にも詳しくなったし、だから好きなお仕事でしたね。石田、こりゃ、怒られました。チンって鳴らすから。あー、こりゃってごめんなさいそう、怒られたいみたいなんや。なんでですかド M やないですか、これそうやね。そうそう、早く分け分けね、うん、え、小川さんで、僕そう引っ張ってくれる人が好きで、小川さんはおじいちゃんみたいな優しい人でしょ、うん、そうそうそう、私がだってわがままやけん、うん、振り回す、あの、私4人兄弟の末っ子だし、で、これしたい、あれしたいって言って、おー、ええよって言って、言ってくれ、だからお兄ちゃんみたいな人がいいってこと、うん、うん、そう、そしてしっかり者。あー、もうしっかりしとる人。うん、ね、そうよそうよ言うて、うんうんって言うけど、ちょっと一言ボソッと言って。ああ、なるほど。じゃあ今の旦那さんはそれに近い。あ、全然いや、でも怒られる怒られる怒られるから、怒られるから。ルイの写真、今足元にいるダックスやん。
やっぱ犬好きなんやね。え、どういうこと？今足元にいるダックスやんってことは、うん、え、マジティラミスさんと関係してるってことじゃない？多分ルイさん、このルイさんの写真が、うん、このルイさんの写真が、うん、今足元にいるダックスやんって言うから、ティラミスさんのご親族の方が、うん、あいつも本当にありがとうございます。本当にね、うん、助かりますよ、うん、本当ですよ。そういやそう、ね、だっていつするか分からんのにいつも見ていただいてる。本当嬉しいな。僕らもその人たちのためだけにやってるんですよ、うん、そう、昼休憩ね、一緒にね、うんうん、今日もね、もうどうするって言ってたけどね、そうそう、カップラーメンずずーっと吸いながらやるって言ったんやけど、やっぱ小川さんはやっぱプロ根性ありますよ。プロ根性じゃないよ。なんかね、その違う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 、もうあのもうね、もう今日はもうあのカップラーメンでいいんじゃないですかって言ったら、いや私作るよと、うん、もうみんなのために作るっつって、うん、まあ、結局のところ僕と小川さんのご飯だけなんですけどね。そう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 、プロデューサーどっか行ったね。そう、うん、そうそう、うん、まあ営業がね忙しいかもしれん、うん、そう私もね、でも今外回り暑いね。暑い、いや今日は暑いと思いますよ。だってもう午前中の日差し浴びただけでちょっと声のトーン2個下がりましたもん、うん、なんかピッピー言った。もうできたな。いやできた。お母さんもうちょっと沸騰させてほしいな。もっともうちょっと沸騰させる、うん、の方がいいと思う。うん、分かった、よし。うどん得意だねって、うん、誰が、ティラミスさんからですね、多分私を産んだ人ですねってルイさんの正体が分かった。じゃあルイ、え、じゃあティラミスさんのご親族は静岡ってこと？違うよ、ティラミス、違う、ティラミスさんの妹が静岡におるやん。つながったやん。そう、そうなんや。じゃあこの5分前聞いたティラミスさんは多分違うでって言ってた、うん、あれが今、あ、嘘よ。嘘やんか。嘘やん。あ、森松石だから何作ってんのって言ってました。あ、森松、あのズームでつなげようと思ったんやけどね、今エブリマンデー、毎週月曜日、うん、石栗のエブリマンデーしてるんやけど、先週から支持率ランキングナンバーワン。え、森松店、今月のキャンペーンが、今月のキャンペーンがスッキリサラサラ保険って言って、スキサラって言うんですけど、あの特殊な水洗いね、だからスーツとかね、うん、だからクリーニング屋さんでしかできないも技術を凝縮したやつを。そう、これ価格いくらでしたっけ？価格は330円。安い。そう、それはね、なんで買ったらね、もう分かりやすくするために、すべて加工品は330円になってるんですよ、ね、今までやってきたレインボー加工とかね、レインボーバリアとか、うん、それぞれ全部ね、うん、300円。そう、330円で、ね、ここら辺にこの石田クリーニングの企業努力が出てるんでしょうね。 そしてみんながね、本当にね、それを実感できるように、そのダークアップ加工もこう社内、そうだからもうとりあえず試して、そういうアイディアをみんな持ってるんでしょうね、常日頃アンテナ立ててやってんすよ。いや、昨日ね、会社にね、ちょっと訪問しに行ったんだけど、はいはい、それ何のお仕事で？あ、私、どういう会に入会して、石田クリーニングがどういう会に入会。どういう会って何なんですか？愛媛県経済同友会、中小企業同友会、中小企業家同友会、うん、あ、そうそう、はい、中小企業家同友会、はい、うん、で、会員の知る会っていうのがあって行かせていただいたんですけど、はい、職種は違っても皆さんね、本当に考えて、でお客様に満足するように、うんうん、感動を届けれるように仕事をしてらっしゃるっていう、そうですね、ところですね。行った会社はですね、サイバースペースって言って、めっちゃかっこいい名前ですね。 IT 企業の。サイバーってつくとかっこいいですよね。なんかこうファイバーは、ファイバーは全然違うじゃないですか。怖い。なんでサイバーさんの話してるの？なんでファイバー出てきたの？怖い。いやもうサイバーっていう言葉がなんか黒の空間に緑の、うん、そうなんよ、名刺もね黒なんよ。あ、そうなんですか。黒と白の、へ、うん、かっこいい名刺でした。そんな感じだなと思って、大森社長に話を伺ってね、はい、で、いろいろ話聞いたんですけど、未経験者を取ってたりするんですよ。だから何する会社かっていうと、プログラミングとかをする会社ですよね。だから皆さんが今見てるホームページだとか、うん、あとはアプリとかを動かすための頭脳を作ってるところですね。そうなん、まさにね。そう、うん、だから発想を広げてないものを作り、うん、生み出すっていう、ね、そう、本当ゼロから1を作るようなお仕事だから大変だと思いますけどね。ね、すごいですね。で、未経験者取ってみんなが育てていくというようなスタイル。そう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 、で結局ね、 IT でも人間はできる
っていう可能性を信じてるね、社長はね。だからあのそれが早い遅いはあるかもしれないけれど、みんなできるんだよって。なるほど、うん、それに対してこう本当にでき信じていく、その可能性を信じてあげれることが大事っていうか。なるほどね、うん、で仕事の技術はもちろんやけど、挨拶だったり靴を揃えることだったりっていうことを大切にしてるみたいな。なるほどなるほど、うん、あ、で伊予市倫理法人会で、8月13日だったかな、公安を決定しました。金曜日、金曜日お盆真っ只中の、うん、そう、あ、8月13日、うん、うんですよ。なるほど、うん、いいじゃないですか。みんなお休みとかの人もおるかもしれないしね。そう、うん、すごいね、いい話聞きましたので。あ、そうなんですね、面白いんですよ。へえ、空手のね、師範で。あ、じゃあそういったお話がじゃあもし聞きたいならば、8月13日の伊予市の倫理法人会、そうです、ね、モーニングセミナーね、無料で誰でも参加できますので、うん、来てもらったら詳しいお話は聞けるかもしれないのでね、うん、ぜひそちらの方も参加してもらって。毎週毎週ね、そういうね、いい話が聞けれますので、できたら ね、 そうね、入会して一緒に学ぼうではありませんか。そうですよ、もう入会申し込みはもうすごい簡単なんで、もしあれやったらアルスタ来てもらったら、もう今日すぐ入会できますね。そうなんですよ、本当にね、すぐ、本当すぐですよ。でもね、会社で一社登録してたら何人でも学べるんよ。だからもう懐が広い会ですよ。そうで、まあ敷居が高いと思われがちなんですけども、うん、僕も4月に入って、うん、なかなかちょっとあれやったんです。あ、これちょっと行きづらいなっていう気持ちもあったんですよ。人見知りがね、そうあるし、うん、そういう今までそういうのって大体こう夜とかやってたんですけど、うん、モーニングセミナーやから朝っていうのがなかなかなくて、うん、でも行ってみたらもうみんなすごい気さくな人ばかりで、ね、家族みたいなね。家族ではないけど、あの声をかけてくれる、はい、感じ。そこまで慣れ慣れしくはしてないです。好きな好きでも嫌いでもないやろまあまあまあちょっと下げときますで、そういう人たちの集まりやから、うん、あ、ティラミさんウェルピアイオでしてますよっていうことで。そう、ウェルピアイオでやっております。やってますんで、カルチャー&リフレッシュの場所ですよね。そうやった、そうです、先生ナレーション読みましたもんね、小川さん。宮谷さんに教えてもらった、あのね、ナレーション撮りを何回かさせてもらったんですけど、宮谷さんのね、教え方うまいんよ。いやいや、そんなことないですよ。ウェルピアっていうのはエルピア、いや、ウェルピア、ウェルピア、うん、そう、ウェルピアって言った、ね、私エルピア、あ、そう、いや、ウェルピアって言って A しか聞こえないから、うん、ウェルピアって言った、ね、ウェルピア、フィギュアと一緒、フィギュアと一緒、ギャ、ギ、フィギュアなんですよ、あれ。フィギュア、フィギュアって書くんですよ、正式には、うんうん、でもみんなフィギュ、フィギュアって E って言うでしょ、うん、でもフィギュ、フィギュア、フィギュア、言えんかったですね、俺らも、うん、でもそういうことは、ね、すごいんですよ。でもすごいね、それをね、知らないことを知るだけでこうワクワクしますね。僕も できるようになったら、あ、いいですよって言われたら嬉しいし、うん、あ、うまいですか、うん、ナレーション何回かやらせてもらってめっちゃ嬉しいですよ。本当ですか、うん、ああいうのしかできないんで僕なんだなんだ、この顔アップで撮ってほしいわ。なんでやねなんでやねうちあんなことしかできない。やい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 や、すごいわ。いやいや、でね、今日そう、森松の石田さん、うん、石田クリーニングの森松さんから、うん、森松さんじゃない、森松のお店から、うん、今日何作ってんのって聞いてたとこから多分脱線して今の話になったんですけど、これ今何見える、ね、グツグツ鍋焼きうどんみたいになってるけどね。うどんですよ、もういいんかな、いい、許してくれる、うん、もう全然もう、いや、これ小川さんのレストランやから、うん、よし、これはもう、お、よっ、よし、よし、すごいな、母ちゃんの料理や。よし、任しとけ、熱い。でも小川さん女子力高いですよね、マニキュアとかもちゃんとこう、これはね、ネイルっていうんかな、今マニキュアって言わんのか。ああ、そうやね、清潔感が見えるやろ、清潔感に見えるやろ、ね、それはそうじゃなくても手が汚いんやけ、年取って。それはリアルの爪なんですか、それともつけてるんですか。あ、リアル、リアル、リアルなんや、すっげえ、うん、いや、あのね、本当にね、塗らなかったらおばあちゃんみたいな手になるんよ。あ、ほんまですか、確かにな、うん、でもそれってでもあれですよね、もう人生のこう年輪じゃないけど、こう頑張ってきた証じゃないですか。いや、頑張ってないんやけど、こういう風な年輪になるよ。キメのね、細やかなね、肌って困る。え、キメが困るんだすごい、諦めないで、はい、すごいな、僕も。でも男の人でも最近マニキュアとか、あとファンデーションとか塗る人がおって、うん、そう、美意識高くなったよね、男の人もね。確かに僕も一回買ってみたんですけど、うん、でもどれ、あ、買ってみた、化粧水とか塗りよる、あの、毎日塗ってます、お風呂上がりに。僕乾燥肌なんで、うん、
そう、毎日奥さんが勧めてくれたやつ乗ってますよ。あさみちゃんと一緒？あさみちゃんと一緒です。あー、いいですね。で、子供たちも乗ってる。あら、ペタ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 、うん、知ってた？あんまりね、肌は触ったらいけんのよ。どういうこと？どういう風な塗り方してる？あ、もう手でパチパチ。あー、ダメなんよ。あの、コットンかなんかですか？違う、押さえる。あ、染み込ませるってこと？そう、押さえる。パンパンしたらダメなんよ。ほんまですか？これはね、戸高さんに教えてもらったんだけど、あ、美のね、先生。そうそう、美の伝道師リエさんにね、教えてもらったんやけど、今はね、コミュニティナースっていうのをやってるみたいなんですよ。あ、地域のそういったこと？そうそうそう、地域の困りごとをね、自分で知ってることをね、教えてくれるっていう。あ、でも石田クリニックと一緒に理念が似てますね。我々もね、うん、地域のお困りごとをこう解決するっていう、そうそう、だから役割がありますから、うん、そう、修理だったりで動画制作だったり、まあ、クリーニングのことももちろんだけども、そうそうそう、衣食住の衣の部分をね、うん、お困りごと、ボタンが外れたよとか、うん、毛玉取ってほしいなとか、うん、時間がないからを誰かにお願いできんかなみたいな、そういった細かなサービスまでね、そう、うちはちょっと提供してますので、うん、ぜひぜひ、あの、本当に何でも相談してくれたらみんな答えてくれるんで、うん、これどうしたらいいかなとか、うん、おい、ちょっと2人で作りすぎたね、食べすぎ、食べるね、頑張りました。僕昨日お昼ご飯食べてなくて、あー、あれシュークリーム食べただけ。あ、シュークリーム食べてない俺。え、食べんかった、うん、それは大変。こんなに大食いの宮谷さんが、ちょっと痩せてないですか俺。あー、シュッとしとるわそんまかな、シュッとしとる。それ言ってくれたら本当に間に受けるんだ俺、うん、うん、間に受けて、はい、でも私の言うこと聞かんやろ。信用性がないやろな、いや、聞いてますやん聞いとる、聞いてますよ言うことは、言うことは聞いてくれとる、聞いてます、聞いてます、うん、これもう出来上がる寸前やね、森松って。出来上がる寸前ワードにパワーがあるな出来上がる寸前寸前。いやいや、すごいな、みんな今日は何してるのかな。うん、暑くなったからね、熱中症対策をしっかりしてもらいたいですね。そうですね、すごいすごい、これはすげえぞ。そうな、お母さん毎日ご飯作ってるんでしょ、家帰って。うん、昨日はね、かぼちゃを炊いた。あ、いいっすね、うん、家帰ってから作るんですか、それとも。そうよ、いや、めっちゃ大変ですね。いやけどさ、本当にね、料理ってね、大変よ。だってね、作っても食べたら一瞬じゃん。そうな、一瞬っすよね。ね、分かる。あれは無駄。カップラーメンっていうか、あの袋麺作るだけでも分かります。お湯沸かして、うん、入れてからやって、うん、スープの素入れて器に入れて、うん、でも食べるほんま一瞬じゃないですか。そう、やけね、もうそれがね、よし、できた、ちょっとつぎましょう。あ、いいですね。もうお鍋に。これはソースはぶっかけないですか。ぶっかけようか。もうの方がいいかもしれないですね、うん、やろうか。これがですね、あ、ティラミス竹原の近くにいますやって。あ、おいでよ。ね、うん、ちょっとこれいっぱいあるけん、もう一回作りますそれ。あ、作らん。ティラミスさんは少々、よし。いや、うまそう、うまそう、うまそう、うん、ちょっと卵も入れてみようか。卵でもこれはやっぱり器に持ってやりましょうか。そうやね、はい、そんなこんなで、まあ30分ぐらいでね、やろうかって言ってたんですけど、お、あ、いいのがあった。はい、麺つかみが、うん、そう、あったあった。いや、でも小川さんが作るこのぶっかけうどんめちゃくちゃ美味しいんですよ、本当に。みんなちょっと食べに来てほしい。うん、ね、そうね、森松店の皆さん、どうぞ来て、たまにはね。うん、いや、私インタビューしに行こうと思ったのにな。ご飯食べたって、ティラミス。あ、食べた、まあ、食べたんか、早かったよね、今日は。このカメラ前より全然使いやすいわ。このなんか変な三角形みたいな、宇宙人みたいなこの三脚つけてるから。あ、そうなんや、はい、で、ちょっと卵入れてみよう。これ、あ、ちょっと、ちょっと、はい、これ多分ね、ちょ、 あ、ちょっと待って、真ん中にちょっとスポッター作ります。うん、よいしょ、よいしょ、よし、ここや。いい、はい、どうぞ。あ、ちょっとめっちゃ生やん。生やった、もうちょっと茹でとったらよかった。途中で切れたらいけんと思って。で、ちょっと待って、お玉え、それ私にするわ。うん、いい、いい、全然食べますよ。ちょっと待って、どうかな、うん、ちょっと食べてみて。はい、食べてみます。ちょっと待って、
もう卵もうちょっとでしょうか。あ、いやいや、いいっすよ、僕これで食べてみます。さあ、ということで、うん、箸があるね、はい、午後のひととき、うどんの、これは小川スペシャル、ぶっかけうどん、サラダうどん、あおい、完成です。あるもので作ったサラダうどん完成です。ちょっと卵がもうちょっと温泉卵にしたかったな。フライパンで焼こうか、ね、え、いいんちゃいます、もうこれはもうチャレンジですよ。え、絶対美味しいって。混ぜたら一緒でしょ。まあ混ぜたら一緒やと思うけど、うん、それでいい。あ、僕全然いいですよ。あ、それでいい、うん、いい、全然。じゃあ、じゃあちょっと食べてみようかな、うん、うん、食べてみて。じゃあちょっとね、あ、じゃあ、じゃあちょっと卵割るとこからいこうかな。まあでも料理中料理じゃないな。どう？ここから。お。どうかな。美味しそうやな。じゃあちょっと、うん、いただこうかな。うん、はい。あ、いいですいいです。もういいの？全然やりますこれは。じゃあいただきます。はい、いい音、どう？いい、めっちゃうま。天かす入れたらもっといいかもしれないけど ね、昨日から言うよりね、シーチキンめっちゃいい。あ、ほやろ、うん、あー、うまい。ちょっとマヨネーズも入れる。あー、いいっすね、うん、もうこれだけしかないけん、これだけ、これだけ。はい、じゃあここいただきます。マヨネーズがついたとこね、いただきます。なかった、うん、どう？うまい、うん、よかった。これでちょっと宮谷さんの機嫌が良くなると思うんで。うまいうまい、おいしいな。本当に思っとる？うまいっす、めちゃくちゃうまい。やっぱマヨネーズとシーチキンって超強いっすね。あ、マヨネーズがもうなくなった ね、七味とかは？あ、七味入れよう。七味入れてみる？入れよう。ハバネロ一味、レシピ一覧欲しいな。やって、誰？ティラミスさんが。ないよ、いや、ないよだって混ぜただけだもん。レシピなんかないよ混ぜただけだもん。よし、じゃあちょっと七味をね、こうかけてみて。ね、かけすぎやろ。僕ね、辛いもんが大好きでね。真っ赤やん。はい、合うん。めちゃくちゃうまいっすよ、これぐらいにしとこう。ほら、合うんかな。はい、ね、これ真っ赤ですけど、これちょっと食べたいと思います。はい、じゃあね、こう混ぜて混ぜて、うん、ここのところかな。真っ赤やな。はい、これめっちゃ辛そう。いただきます。うん、どう？うまい。七味が勝った、うん、うん、七味超強い。うん、ちょっとでいいかも、うん、かけすぎやろ、うん、なんか七味が壊してしまったもう七味になっちゃった。なんでしょうね、うん、美味しいのに、うん、でもまあね、この辛みでまたやる気が出るかもしれません、うん、いや、めっちゃ今元気出ました。うん、うん、なんか他に入れるもんないかなと思うけど、ないな。うん、うまい。うん、これなんかペペロンチーノ入れたらもっと美味しいかもしれない。あ、うまいかもね。ペペロンチーノ入れてみようか、うん、これここに、ここに、うん、なるほどね、うん、あ、辛っ。ちょっとそっちにも入れようか。うまいですか。うん、ちょっとじゃあペペロンチーノの素、うん、はい、ちょっと食べてみて。はい、食べてみます。じゃあペペロンチーノの素をね、うん、かけたこのうどん、香りすげえ。どう？すげえ。ダメ？苦手？いやいや、すっごい、すっごい。いただきます。うん、どう？うま、うまい、うん、うまやろ。うまい、やっぱり。そしてこれ、はい、ちょっとこれ美味しいわ。
これいい、いいペペロンチーノうどん。そうやろ、時々家でやるんよ。あ、そうなんすか、うん、へえ、これめっちゃ美味しい、うん、結構ペペロンチーノ前もね、チャーハン作ってくれた時入れてくれたりとかしてて、うん、あれをいや真似したいなと思いましたもん。そうやろ、はい、何でもね、今ね、市販のものが売っとってね、ちょっとアレンジすればね、うん、どう？うまいっすわ。よくなった？うん、よし、まあそんな感じでアルスターキッチン、うん、今日はここまでにしましょうか。どうすね、あとはゆっくり私たち食べますので。そうだ、うん、残りがもうあとちょびっとしかないんで。そうですね、バッと食べて、うんうん、また午後もね、仕事ね、そう、こんな感じでそうできたので、これみね、僕と小川さんで食べますので、うん、食べます。はい、残ったら冷凍しようか。そうですね、うん、なんかいろいろ食べ方いろいろあるから、うどんは、うん、ティラミスさんが来るかもしれないしね。そうそうそう、うん、パーティーしようか。パーティーしよう、うどんパーティー、うん、うん、10分だけどね、はい、ということでね、うん、あの石田クリーニング広報課、うん、このアルスタキッチン、またね、皆さんにもちょっと使ってもらいたいなと思いますので、うん、ぜひあの僕らの代わりに料理作って、そう、収録とか配信してもらっても全然大丈夫ですので、ぜひこちらの方もご利用ください。はい、ということでね、まだ衣替えお済みじゃない方はぜひぜひ自宅クリーニングに。大丈夫？ギップが出そうやったっす、うん、まだあのお布団とかも。そうですね、全然大丈夫です。そうそう、お布団はね、うん、またちょっと動画を今月末ぐらいに上げるんですけど、うん、あのいろいろとね、うん、裏技とかも、収納の裏技とか、こんな収納便利グッズとかも出てきますんで、うん、ぜひぜひそちらの方もご覧いただいて、また石田クリーニングの方にお布団も持ってきていただけたらなと思いますよ。はい、はい、すっきりしますよ。すっきりしますよ。はい、それではまた、ね、うん、はい、アルスタキッチンは以上でございます。今日は7月15日木曜日、うん、アルスタキッチンの会でございました。バイバーイ。バイバーイ。You know, guys.